ロシアのプーチン大統領は北方領土に進出する企業に対して法人税などを免除する法案に一方的に署名しました。成立した法律では、ロシア政府に登録し北方領土を含む地域で事業を行う企業に対して法人税や固定資産税などを20年間免除すると定められています。北方領土を含む地域についてプーチン大統領は去年、 企業が税制面で優遇される特区とする構想を一方的に発表し、日本政府が抗議していましたが、無視して法整備を進めた形です。さあロシアで北方領土に関する法律が成立したわけですが、安倍政権の時代には日本とロシアのプーチン大統領の間に歩み寄る動きもありました。まずはそこから見ていきます。2016年の12月です。 プーチン大統領が訪日をしまして北方四島において特別な制度の下で共同経済活動を行うための協議の開始に合意をしましたさらには2018年には安倍総理とプーチン大統領はシンガポールで首脳会談を行いまして平和条約交渉を加速させることで合意をしましたこうした流れがあったわけなんですが今月の9日プーチン大統領は。 北方領土を経済特区にする法案に署名をしました。では、今回署名をしました。法案どういったものなのかと言いますと、北方領土を含みますクルリ。くるりクルリ諸島ですね。まあ、こちらのあごめんなさいクリ。クリル諸島ですね。失礼しました。えー、クリル諸島まあ、千島列島を含んだ北方四島も含んだ。このロシア側の故障なんですけれども、そこに進出する企業に対しまして。 税金のの優遇措置を行ううというものですさらには国内外の企業に対して法人税などの税を原則的に20年間免除すするとということです、はい、引き続き広瀬さんに伺っていきますが、はいまあ、日本とロシアで領土問題あるけれどもとりあえずそれを置いておいて共同経済活動していきましょうと言っていたのに、はい、今回、ロシアが税金安くします企業入ってきてくださいとこういったことができるような法律を作ったと。 ロシアの狙いは何だと思われますか?。はい、まあ、この法律は、まあ、昨年9月からプーチンが言っているものであって。まあ、もちろん、その。 意図としては、日本への嫌がらせの要素が強いものです。で、一応ですね。まあ、中国、韓国、ロシア、そして日本も含める形で、まあ、企業を誘致する。もちろん、その他の国も、あの、対象なんですけれども。まあ、主な対象は、まあ、中国、韓国っていうところだと思います。で、しかし、正直言って、魅力がそんなにあるものではないんですね。ですので、まあ、実際に、この法律を作ったところで、飛びつく企業があるかというと、あまりそうとは思えないものです。 つまりまあこういったことを行うことで実効支配という名誉をさらに強めるという、はい、そうです実効支配ということを非常にアピールするためのものですね,そ,うですねそのために国内法整備したということになりますそしてもう一つ気になるのがなぜこのタイミングで行ったかですこれに関しましてはロシアの外交安全保障戦略にお詳しいアビル大輔氏に伺いましたアビルさんによりますとこの 北方領土経済特区にする構想は今、広瀬さんからもありました去年の9月にプーチン大統領がすでに発表していたとで今回、この国内の手続きを経てこのタイミングになったのはたまたま半年前に発表してそして国内の期間決定を経て大統領署名をしたというのはたまたまこのタイミングになったりというふうふにも取れるというふうふにおっしゃいます。ただその一方で 急いで成立させることがこれロシア側に大きなメリットになるとは限らないということを、えー、含みおいた上で日本側への制裁日本側の制裁という、えー、この対抗措置日本は欧米とともにロシアに今回のことで経済制裁をするということをしましたので先ほど広瀬さんからもありましたけれどもロシアからの対抗策 嫌がらせそういう意味合いもあるんじゃないかということです。ヒロさん先ほどの繰り返しになるかもしれませんけど、はい、改めてこの点ちょっと詳しくお願いします。あの私も全く同感でしてあのまあこのようなまあ時期になるというのはまあ偶然ということもあるんですね。昨年九月からこうプロセスとして進んできたということもあるんですが、はい、他方でプーチン大統領がまあ署名するとなれば本当に一瞬でできてしまうのが、うん、まあロシアのシステムでもあります。でまあちょうどまあ日本が制裁を表明して、まあ ロシアがま制裁をした国々に対抗措置を取るといった直後のまあこの成立ですから対抗措置っていう可能性も極めて高いと思います。はい、このロシアの動きに対して日本はじゃあどうするのか今後の日露関係についてお伺いしていきたいんですが、今朝松野官房長官このように会見で話しています。ロシア側がこのような制度の導入に踏み切ったことは遺憾であり、改めて 我が国の立場をロシア側に申し入れましたということで直接的な抗議は避けた形ですよね。はいこれはどういうことになってくるでしょうかもう日米関係はあ失礼します日日露関係は日露関関係係はは、ね、今、とても難しい局面にありまして、まあ、とりあえずこう北方領土は非常にもう戻ってきづらい状態,状態になっています。というのはロシアがまあ憲法であの、まあ 領土の割譲しないということを決めてしまっております。で、そういう中で、まあ、日本が、まあ、日露関係を、あの。 正常化するためにまずは北方領土というようなスタンスでおりますと、まあ日中もサッもいかない状況が続いていくと思うんですね。ですので、ここはあの、まあ、状況も状況つまりこうウ,クリミアのあウクライナの状況があるということもありますのでここはこう静観していくそしてまあ新たなスタンスで日,日露関係を考えていくということがまあ望ましいのではないかと思います。さん、はい この平和条約交渉の今後なんですけれども、まあ安倍・プーチン会談のところまでは戻ってしまったとっいうふうには思えるんですが、はい、これ現実的に実感として廣瀬さん、お感じになるのはどこまで戻ってしまったんだろうというこの辺りはどううでしょうかう相当戻ってしまったと思うんですけれども。 私はむしろもう安倍首相がいろいろ決めるもっと前に戻ったほうがいいのではないかと思っております。というのはこう安倍首相はあの2018年11月にほぼもう2党を断念するようなことをシンガポールでおっしゃいましたでそ,そうしますとやはり領土交渉というのはこう交渉というのは100%取れるものではなくて半分取れればいいというものです。で仮にに日本が2 2党を取るにししててもやはり4党全部であの交渉して ないと、日本がもういい、取れるもの、本当にわずかかもなしということにもなりかねません。ですね、むしろ私としては、もっと前に戻した形で、交渉をやり直すという方が、日本が取れるものは、より大きくなると思います。当時、ロシアが言ったことってのは、本当にロシアがそれを意図していたかどうかも、わかりませんので。はい、やっぱり、日本として、求めるべきことを、改めて求めていくと、これ、大事ですね。はい。その通りです。はいうん、はい。ここまで、広瀬陽子教授に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。 スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。